うなんか悲鳴が聞こえたんだまた。そんな鳴き声も聞こえてるな。脱獄させてくれ。これはみんなで協力しないといけないってことなんだよ、きっと。そういうことだね。あ、噛んでちゃった。噛んでちゃったよ。噛んでちゃった。いや、噛んでちゃもう2個あるからいいんだけど。あ、いらねえんだね。いいんだけど。あ、まあでも、うん。そうだね。もらえるならもらっとこうかな。黒猫が怒りを込めて今井さんの方に走ってた。ズモモモッと音と共に。あれ、だってもうレシピからできないでしょ。ね、俺の部屋にさ、来るたんびにさ、なんか物増えてくのやめてくんねえ、ほんとに。死んだネズミ、死んだネズミ、死んだネズミ、靴下と家族写真、誰の家族写真は何なんだろうな。誰の家族写真なのかまずわかんねえもんな。家族写真だ、知らない人の写真がさ、俺、ボーンの中に知らないうちに置かれてるの結構怖いんだって。怖いよ。怖いんだって、あれ。知らぬ間に置いてあるからな。めっちゃ怖いぜ、これ。誰なんだろうな。おやすみなさーい。何すっげー気になるんだけど。今さ、俺がベッドでさ、横になってるとさ、スーって何かが入ってくるのよ。なんか帽子かぶったやつが入ってくるのよ。スーって家族写真だけ置いて。犯人こいつだ。来たー、偽造キーカード、水色。お、ナイスー。水色の扉は開くようになるわけですね、これで。あ、これだ。何？お、行けた行けた。紫色のゲートだ。へぇ、どこどこどこ、何階？ 2 階？青じゃねえんだ。あ、いけるいける。紫のゲートどっちだ？あ、外に通じるやつか。あ、ここ行けなくなった。開けてよ。あ、開いてる。あ、いや、これなんで普通に行けんじゃん。え、じゃあこれ普通に行けるところか。違う、毛玉が開けたからだ。もう普通に開くようになったんだ、これ。あ、なんかメモがある。メモがある。ほんとだ。この辺りのフェンスは巡回の盲点になっていて、ぶった切るには持ってこいさ。もっとも真っ昼間からやるのはおすすめしない。監視塔の奴らが怪しい動きを見張ってるからな。フェンスを切断するには、カッター、ヤスリ、糸用事カッターなどを使って。あ、ただの囚人じゃね？カッターだったら作れるんじゃないかって？は？は？そうやっ、もう、あさるの手慣れてきた。ないかな。どんどんなんか僕たち悪い方向に染まってってる。そうだね。おるよ。僕ら窃盗で捕まったのかな、全員。全員窃盗臭いですね、これは。え、俺痴漢じゃなかったの？あ、バサン痴漢だと思うけど。バサンが追っかけられてる。また。あー、カードキーかな。刑務所の中以外でも、こう、なんだろう、聞くような、あれじゃない？ダメージがしてる。どこがあかんたかったんこれ、今度。どこのダメージだ。監視ているやつがいる。ああ俺の部屋、俺が一番なんかズタボロやな、今日。そうやな。うん、そうだな。夕食の時間じゃ。2分だってよ。あ、これは飯食い逃すパターンだ、これ。はい。腹減ったよ。なんでなんか僕めっちゃ殴られたんだけど、なんで、はい、うわ、怖っ。はい、怖いから俺もタンスの中に。スコップ取られた。怖いわ。バッサーの部屋なんか増えてる。僕何もたくらんでません、寝てただけです。独房で寝てただけです。何もしてませんって。いや、ほんと目つけられたって。僕何もしてませんもん。怪しいやつめって。どんだけこいつさっきの悪口言ってくるねん。ジロン君、何大変だ。何、穴塞がってる。見て。え、マジで、まさか。え、ああ、嘘やろ。なんでバレた？やってるぞシロンって言われてるよ。後ろのやつだ。後ろのやつがやりやがったんだ。殺せ。いけ、グーやグーやグーや、いけ。つまり、やはりあの地下から脱出するっていう方法はダメなんです、うん、ダメなんです。穴なってる。俺夜さ、金網切ろうかと思うんだけど、どう？ちょっと行くよ。いいね。行こう夜。いやー、あのね、ちょっとこれだけは言わしてほしいんだけどね。何？俺が追いかけられるじゃん。うん。追いかけられて、ちょっとこう、あの部屋に隠れたら、そこに警官が入ってきて。穴埋めやがった。
お前か。おいおいバッサお前の正解。おい見やがったあいつ。僕らの努力を返せバスター。それで、それでどうしようもね、あいつやるしかねえっつってやったんだけど、そう、それでやった。やられる前にそう、俺が死んで追いかけられて終わったっていう。なぜ黙ってたんそれ。あのね、でもみんなすげえショック聞いてるから言えねえと思ってさ、どうしようこれ。そりゃショックだよ。勇気出して言うか。一回バスターやっとく。なあ、やめとけよ。お前今後自分の部屋がさらに汚くなるの覚悟しとけよ。もうだってもうこれ以上無理だよ。もう知らないもんだって。汚くなるのもうあれじゃねえか、確定してるじゃねえか。びちょびちょに濡れたトイレットペーパーとか置いといてやるから。飯はあれだよ、封鎖時間のせいで。飯まだかの。おじいちゃんもご飯食べたでしょ。おじいちゃんもご飯食べたでしょ。もう飯食ったろお前。ご飯の時間今日なかったんだよな。これあれかな、天候の後に行った方がいいのかな。天候の後すぐ就寝時間でしょ。でもそう、じゃ今行っちゃった方がいいんじゃね。今行くか。え、どこ行ったっけ。あとね、偽物の金網みたいなのもあるから。あ、まずい。あー来たー。黒猫が柵を切っているところが見つかった。いてえ、撃たれる。いくそー、なんで今井さん、俺のキーカードを。あ、でも持てないか。もう持てないです。もう持てないですよ。俺もう棒に戻ってます。早っ。あー、うわぁ、やめてくれ。俺なんもやってないじゃん。完全にとばっちり。なんもやってないじゃん。え、毒棒に入れられたけど、俺なんもやってないじゃんだから。ただ気の毒だ。あのね、銃で撃たれた。銃で撃たれた。もう外出たら銃なんだ。中だったら警報だけど。消灯時間に行くしかねえんだよ。サーチライトでバレたもん。だって消灯時間さ、俺たち守らなきゃって言ってたけどさ、そもそもだって脱出するんだったら消灯もクソもないでしょ。そうだな。確かに。なんで、金網破ってから一回寝て出ようって。完全に俺とばっちり食らってショックだった。もうちょっと、本当にもう。こんなことは俺もう何も知らないのに俺殴られてあれやったかも。本当にもう気に食わん、ね、全員で協力しよう。全員でちょっとあの脱出方法考えよう。何で脱出するかだね。もう全員で穴掘る、それともカッターで切る。カッターで切るが早いんじゃね。カッターで切る方が早いかな。カッターって何で作るの。ヤスリ。あのヤスリ、ヤスリ、ヤスリ、オッケーとテープ朝食か。あ、食堂に死んだネズミが大量に置いてあるよ。嘘やろ。え、嘘やろ。全員病気になれ。飯の時間やな。ほんとだ、しかも並んでる。最悪だよ。俺はビビるわ。全員病気になりたまえ。嘘でしょ、あいつ。死にさらせ。嘘だろ。いっぱいいっぱい。捨てに来た。返しに来た。なんでだよ。強行突破作戦ですね。そうそうそう。それかもうなんかテトリスみたいになってんだけどこの辺。何が？死んだネズミが。は？何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 それ？何それ？何？何の話してるの？何？何やってんの？ね、何やってんの？ね。何やってんの？テトリスなの？汚な？え？え？何？何これ？何これ？え？何？え？汚な？あいつ、ネズミの死骸集めてやがる。バチクソに汚ねえよ。何やってんの？え？なんだろう。面白いな、マツさん。いいキャラだな。何やってんの？え？死んだキャラは？なんで5匹もいいんだよ。あ、4匹だったのかよ。おい。まだ何一匹植えてんだ。一匹植えてんだけど。すげえな。はあ。いいな。持ってんな。持ってんだよ。お前らが仕向けてるんだろ。お前らがやってんだろそれ。誰だよあの二つの家族写真。誰だろ。何者かの、だけど何者かの写真がね。いや、結婚は今夜ということでよろしいか。はい、そうだね。今夜だね。何、黄色のキーさえ手に入ればいいの。うん、まあなくてもとりあえず金網をもう破れるから。なるほどなるほど。
あいつら何か企んでやがるって言われてる。ああ、バレてる。ああ、バレてる。企んでることがバレてる。じゃあ脱獄の目標はやっぱりあれか。夜中に金網切って抜けるってことが今回の脱獄方法ですね。そうですね。やっとだよ。2時間経ってやっと脱獄方法決まるんで。ようやくですわ。コインってどこで手に入れてるのお前。やつは。見たぞ見たぞ今見たぞおい僕は見たからなワンテッドになってる。やばい、どうしようどうしよう。おお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 いや、なんかね、俺がトレー持って座ろうって思ったらさ、うん、勝手に食いやがったの、あいつ。勝手。今井さん、ずっとチェイスしてるね。あ、でもだんだん巻いてる。勝手に食われちゃった。いや、もう巻くの慣れたもんですよ。ちょっと待って、バッサンまで追いかけられてるんだけど。俺だ、なんもやってねえんだって、本当に。もう、バッサン、とばっちり食らいすぎやろ。よし、じゃあ俺、あれだ、逃げても生きていけるように、バナナ持ってるよ、バナナ。トレー、ちゃんとした、普通のハサミだけでも持ってこう、よし。なんで誰か一人さ、なんかピクニック気分で行こうとしてるやついない？バナナって。バナナは先生。僕チョコバー持ってく。チョコバー。バナナはお尻に入りますか。それを聞いてお前はどうしたいの？入れたいの？だい、これじわじわ来る。もう消灯時間だ、消灯時間。もう準備はできてる。右下の方な。オッケー。よし。やべえ。いるよ、やつが。あ、扉が閉まってる。無理だ。いけない。怒られてる。今か。あー、扉が開かない。扉が開かない。じゃあ、もう、穴開けたんで。はい。朝もう右、あ、やべ。これまずいな。朝速攻で行く感じ？そう、朝速攻で行けば。これで右下。うん、OK、OK、OK。行けば。ダッシュだ、今いる。はい、すいません。うん、ダメージは回復されてないはずだから。あ、ハーモニカ吹いてたおばちゃん。すごいなんか見逃してくれたね。ここ。ここここここ。あ、開いてんすよ。開けたんすよ、ここ。バッサン早く、バッサン開いてる。撃たれてる、撃たれてる。バッサン狙われてる。ああ、嘘やろ、他のプレイヤーを置いてはいけない。バッサンを掲げて担いで行くんだ。ああ、どこ行くの？左？どこ行くの？どうするどうする、右右左。僕とりあえず右に行ってる。ああ、俺拉致られる。あ、待って待って、みんなそこで待っててくれ。俺が目覚ました瞬間に行く。待ってな。メッセージが出ないんだよね、そんな、なんか全員じゃないとみたいな。早くおいで。俺ら朝食すっぽかしてるから。3人すっぽかしたらもう多分警戒態勢入るぞこれ。早くして。早く。ああ、ほら。来た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 、早く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 、また撃たれちゃうのそれ。早く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 。ダメなのかね、これじゃ。見られてる、誰か来た、誰か来た、誰か来た。うん、誰こいつ。なんでお前、当たり前のように出てきたけど、お前。当たり前のように出てきたけど、お前。バッサン、ウィキ！バッサン、ウィキ。ヘルプトパー。あ、いけた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 。出れた、出れた、出れた。脱獄できましたね、しかし、なんとか。うん。ね。完了した頼み事、ゼロ。タイム、3時間43分だって。ランク F。だろうね。3時間これ、一番最初のステージでこれでしょ？そうだよ。そうです。じゃ、でも、今から僕らこれ慣れてくるわけだから。そうだね。もうでも、脱獄の仕方は分かったし、どういう立ち回りをすればいいかも分かったから、次は多分、時間もかからないうちに。ただ、ただ、ただね、ただね、次もこの4人でやるとは限らないからね。そうなんだよね。